モーニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には古河市にある増田切り箱店の切りの中地まな板プレゼント。まあ切りのまな板って使ったことないっていう人がほとんどだと思いますけれども、はい、実は軽くって取り回しがすごく楽なんですね。そして素材が柔らかいというところもあって、あの包丁仕事が疲れにくい、そういう利点があります。はい、なのでね、次まな板買うとき、まあ、そんなに買い替えるものじゃないでしょうけれどもね。そうですね、はい、なんかうわーって思ったら切りのまな板いかがでしょうか。この切りの中地まな板プレゼントしておりますけれども、もしかしたらこれもね、はい、また期間がいつまでかなっていう感じなのでね、はい、はいはいはい、どうぞよろしくお願いします。ではね、今日はそうだな、こちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。中地彩奈ちゃん、おはようございます。おはようございます。中地は大腸検査のアンバサダーですよねっていう、まあ自称ねまあ今年になってね、はい、受けましたんで、ああそっかそっか、こういうものなのかっていうことで、でなんだかんだで、まあ、胃カメラと大腸カメラってことだったんですけれども、はい、大腸カメラはちっちゃなね、あのポリプが一つあったっていうことでね、はい、気づいた時にはもうそれ撮ってもらってましたから、すごいですね今の技術。だってそれがさ、全然知らなくてやってなかったら、なんかね、あの何年後かに悪さしてる可能性だってあるわけですから。そうですね、ねえ、うんうん、検査の話。土曜日に泌尿器科とかかりつけの内科医に行った時、前立腺の検査で PSA の数値が高かったの、もう何のこっちゃら全然わからないですけど前立腺の検査で PSA の数値が高かったので、かかりつけの先生から専門の病院で見てもらった方がいいと言われたんで泌尿器科に行きました。そこでの話、検尿問診の後、先生による触診が始まりました。下半身あらわにしてうつ伏せ状態。そこで先生が肛門に指が入りますと、50代にして初めて他人の肉体の一部が自分の体の中に入った瞬間でした。女性もこんな感じなのかなとちょっとそれは書いてあるの読まなくていいですよ。赤ペン先生ですよね、中島さん。ちょっと書いてあるからついつい読んじゃったんですよ。赤ペン入れなかったんですねそこ1枚入れないといけないとこなのに。そうですか、女性もこんな感じなのかなと妙に感動しているのもつかの間、はい、今度は先生が少しマッサージします。私はマッサージいると思いましたが、口には出さずなすがまま。時間にして1分にも満たなかったんですが、何かなぜか少しずつ気持ちよくなってきた自分にびっくり。マッサージは残尿の排泄を促すためのものらしい。私の初体験は赤面しながらも驚きの連続でした。その後かかりつけのお医者さんのところに行って、まずは体温血圧の測定。平常は上が110台なんですが、その日は140近くまで上昇。看護師さんがどうかなさいましたかと、私は肛門にとは言えず別に何もありませんと恥じらいながらも少々興奮の余韻が冷めやらぬ中答えましたその後やみつきになったことはなくマッサージしていただいた泌尿器科には行っておりません。もちろんそこには一切薬を含め物体は入れておりませんごめんね、なぜか水曜日にこういうメッセージになっちゃってるんだよね分かんないけど、おかしいですね。おかしいよな、なんでしょうか、なんだろうね、巡り合わせ、ね、引きつけちゃってるんですかね。いや、わからないです。さあ病院というとね、はい、これいきましょうか。女性の方、
中地彩奈ちゃん、おはようございます。おはようございます。毎朝楽しく聞いています。ありがとうございます。週末旦那と二人で旦那のじいちゃんのお見舞いに行った時のこと。どちらかというと全然しっかりしていない旦那、病院に着いてすぐじいちゃんの面接に来たんですけど。面接面会じゃない看護師さん大爆笑そして調子に乗ってまた話す旦那、状況はどんな感じですか。状況じゃなくて状態だからあんたのこの状況の方がやばい新型コロナウイルスの影響で面会の制限などいろいろ紙に書いたり体温計で体温を測らなければならない。そこでまた旦那が体温計の音がいつまでも鳴らない、どうしたのって聞いたら、俺体温低いから測るのも時間かかるんだよねと意味不明看護師さんと私は体温ないんじゃないのと冗談交じりで言ったら、看護師さんがそれはそれで問題ですけどね、あれこれ受付で20分ワイワイやりながらやっとじいちゃんの病室に、私たちのことが全然わからずもぐもぐ喋ってるだけ、楽しい病院見舞いとなりました。いやいや、私たちのことは分からずかどうかは分かりませんけれども、やっぱりね、見舞いに行ってなんかね、そうやって人が来てくれたっていうのが楽しいからもぐもぐなんかおっしゃってたんですよ。そうですよね、嬉しいですよね、きっと絶対嬉しいと思うよ。さあ、それからね、これもいきましょうか。男性の方、中地彩奈ちゃん、おはようございます。おはようございます。父の17回忌の法要の出来事、お坊さんのお経の後説法を少し聞いて、でそのお話の間、私はお坊さんの袈裟を見ながら、あー高そうだなと思い服装チェックをしていたんですあのね、お説教なんてそうそう聞けるもんじゃないし、割とありがたいから、はい、絶対聞くべきだと思いますよお坊さんのお説教を聞きながら服装チェック、袈裟を見ながら高そうだな、そしてお坊さんの数珠に目がいた時、くるみのような数珠、いやいや木彫りの数珠、なんだなんだ、何の形、ドクロ、そう木でできたドクロの彫刻の数珠だったんです。パンキッシュだねってそういうことじゃないでしょパンキッシュってパンクっていうのは無政府主義、あ、アナーキーが無政府主義かパンクは何し、うん、まあいいや分かったところでね、はい